ということで生放送中ではございますが、トワポンがたまたま遊びに来てくれたので、強い CPU たちとトワポンと一緒に戦っていきたいと思います。前回の僕とはね違うんですよ。前回の僕とは違ってね、僕はこのワリオスノーマウンテンはねクソ強キャラになったわけですよ。ちょっと待ってください、そこ見たことないやつです。ちょっと僕が得意として2択2分の1、はい、勝ちました。ワリオスノーのマオくん 100cc マオ、まあ見てなさい、やってやるよ。ワリオスノーのねマオを舐めてはいけない。あ、テラゾーはねちょっと忙しいらしいからしょうがない。叩き潰してやりますよ。ドキドキしますねこれは。3、2、はい、ここはい勝ちました。はい、ここでわちょっと待って、はい、ここをこうやって入れます。でここダッシュ取ります。はい、でこっちも一回ダッシュ取ります。でコインを使います。でここは飛びます。はいはい、でここイン取るんですよ。トワコくん、トワコくん、ここはインを取るんですよ。ほら見ましたか。でここもインを取るんですよ。でここであれ早いですよこの人、おかしいな。ちょっと待って、トワコくん、トワコくん知ってるかい、そっち回っちゃう。マウシはねこんな飛び方しちゃうんですね、見ましたかこれ。でここはですね、ここはあ、ちょっと緊張しすぎましたね、緊張しすぎましたね。これはやりましたよ、これはやってしまったパターンのやつですよ。ここは曲がりきれる、はい来ました、はい完璧。これで爆弾を投げる、これ当たったもらいましたかこれ。これ強いコンピューターも寄せつけないこのタイムアタックおじさん、任せてください。修行の成果が見えてますよこれ。さあここは激流には身を任せる、頼む。オッケー来たぞ、わあ今コイン取れなかった。あ、これキノコない時どうすればいいんだ、キノコないのやったことない、やばいやばいやばい、これダート突っ込んでいいのか、まあ、しょうがない、もうおー、トワコさん、わあ今災い転じて服となしましたね。はい、ここはあ、はあ、くそ、待って、あれコンピューター、お前ふざけ、トワコさん、トワコさんが今目の前で爆死なされた。こっから、はい、これも勝ちましたよ、これで一発当てるでしょ。2位で赤コーラ引くとかもう神か、うわあ嘘でしょ、そういうのはねちょっと、わあこれちょっとまずいですよ。これここはねジャンプアクションをねいっぱい入れるところなんですよ。はい、ジャンプアクション無効、アイテムすら取れない、わあわあ、トワコさん待ってください、トワコさん、ここは危ねえ、誰狙ったの今の、トワコさんちょっと待ってください、わっわあ、トワコさん嘘でしょ、待ってください、嘘だろコンピューター、おいコンピューターお前、お嘘だろ、嘘だ、こんなはずじゃない、思ってたんと違う、やばいどうしよう、ここはここはね一発一発逆転、2、まあほどほどええんやないですか。これが見ましたか、これがマオシーの実力ですよ。無事コンピューターより強く、人間では一番弱い、これが僕です。いやー、得意コースねまだあるんですよ。僕のちょっと得意コース来ちゃいます。ね、これスイーツキャニオンはね通ったことあります。このトワポンが選んでるところ、これも知らないですね僕あ、お手柔らかに、ちょっとこちらも、じゃあジャイロでいきます。あ、嘘をつきましたジャイロ使ったことありません。これ2択取りますよ、ファー、ここどこ、ここどこ、ここ僕の知らないところなんですけど、あ、いいですよこれ、これ僕の知らないコースですが、まあ言うてね、あれこれで見たことある、これ何で見たんだ、あ、思い出した、砂サメさんの動画で見たんだ、いけるわ、3、2、はい、ここうんぎゅん、あ、今の成功したんだよ、ウェイ飛びます。でコインはこれ拾います。これどうすればいいんだ、ちょっと待って、これはトワポンをね、ちょっと、あ、トワゴンが完全にインをついてる、インツキおじさんとかしてる、俺もインツキおじさんになる、ここすげえな、え、これ何、あぶねえ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 、今よくわかんないけど謎のコース行きそうになった、あ、コイン全部取られた、嘘でしょ、コイン取るのはずるいよ、
これ何、ギター、ギターのコースなのか、すげえな、ギタリストっす。ちょっと待ってください、あの僕のコイン残しておいてください。どうして僕のコインを取るんですか。嘘でしょ、トワコさんが、あ、トワコさんどんまいっすよ、トワコさん。あ、じゃあちょっとお先行かせていただきます、すいませんっす。あれ、ここインつきゃいいんだよな、確か。わー、ちくしょう、痛い、痛いですよ、ちょっと当てるのやめてください、デイジーさん。あれ、デイジーでいいのかな、名前。ただ、トワコ早くない、なんかちょっと違和感を感じる。どうして、どうしてこんなに速いんだ、同じ人間なのに。どうしてこうも差が出てしまうんだ、人間性の問題か。だとしたら勝てる様子ねえぞ。これ、このキノコ持っといた方がいいな。ちょっと待ってください、コンピューターにすら僕はアイテム取られるんですか。どうしてコンピュどコンピーなんだったらさ、俺のアイテムくらいの、これ、あ、もしかして、あ、自信のキノコが、あ、自信のキノコがやられてしまったのかしら。あちしのキノコ、ショート、おい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 、大したものですね。やめてください、やめてくれます、やめてくれ、あぶねえ、おぶねえ。いいの引け、いいの引きましたよ、これ。トゥ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 、オラ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 。今、オラオララッシュですね、いわゆる。これ、コインを拾っていった方がいいですね。おいおいおい、クッパさん。あ、もう、うまい具合にかわしましたね、今。え、待って、これ。トワボンもしかして。はい、当てました。無駄なんですよ、僕には。僕には通じないんです、そんな攻撃は。全然ダイナミックなアイテム出ないけど、こんなしょっぱいアイテムで何がダイナミックじゃ。うわー、嘘だろ、やめてやめて、嘘、嘘でしょ、信じられない、こんなことを信じられない。どうしよう、はい、選んでないコース、選んでないコースいきます。やばい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 、どうしてもどうしても熟練度が、熟練度が足りない。あ、このキノコ、うわー、嘘でしょ、後ろだって言って、やばい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 、待て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 、スター落ち着け、スター落ち着け、スター錦の落ち着け、やめろやめろやめろって、さあやめろって、嘘嘘、邪魔邪魔邪魔、はい、ここここでですね、皆さん見ててください、これが修行の成果ですよ。わあわあわあ、いいゲームだな。もし X で後方確認しないの、なるほど、そういうのもあるんですね。ちょっとまだ得意コースまだあるんで、ちょっとあの侮らないでいただきたい。あとね、得意コースがね、あ、平方鉱山、ここは練習しましたよ。これトワコさんまた何選んですか、これ。トワコさんが尋常じゃないぐらいの大差がすごいんですけど、レッツゴー、よし行くぞ。あ、もう喋ることすら許されなかった。いや、まだね、こう逆転できる初心者ね。てか後方確認することによって何が起きるの、後方確認をすることによって俺は何を得るの、どんな利を得るんですか。これでも1位15点でしょ、だから20、34点取れるわけだ。トワポンが今回ビリを取って俺が1位になれば勝てると。回してください。そして見たことのない、あ、違う、ここあれだ、なんとか鉱山だ。やべ、練習してね。まあいけるっしょ、まあいける。はい、後方確認、はい、完璧、後方確認したよ。もう今のでもう熟練のものだということはもう、あ、スリップストリームに入ったよ。これ左曲がりますよ。はい、ここ Wii の時なんかもっときつかったような気がするんだけど、気のせい。コインも取っていくよ。コインを取ったことによってね、後の一時も買う。あ、もう全然俺のコイン、嘘だろ今のコウモリ、ちょっと当たり屋かよ。あ、でもコインだけは死守するよ、死守、死守する。ちょっと待って、トワポンですら負けてるじゃん、嘘だろ。コンピーの強さ、お前コンピー強いにしなきゃよかった。はい、俺の衝撃波、俺の圧倒的な遊戯王カードで出てきそうな衝撃波によってやつらを倒しました。ここは飛びたい、飛びます。はい、ここ知る人ぞ知る裏道ですね。この裏道を知ってるか知らないかによってですね、うわ、すげえ勢いだ、あの人1位、嘘だろお前、トワコさん巻き込み事故ですよ、僕一等賞じゃなかったのに。おい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 、アイテムを当てるのがうますぎるだろコンピー、ちょっとふざけんなよ、やめてくださいやめてください、危ない危ない、ロケットおじさん、ロケットおじさんダメですよ、ここはちょっと余裕があります。
くっしょ、はいはい、ちょっとなんかね、俺にね当てようとするのは100年早いですよ。コウモリさん怖い、はい、何この兵法たちが、すごいもう圧倒的な応援を僕に送ってくれるんだ。うわー、やめてくださいよ、どうしてそんなこと言うんですか。大丈夫、コインはねだいぶ高い水準を持ってる。これはねまくることができますよ。これ右行った方がいいのか、多分右行ってたもんな。右行くことによって利があるかどうかっていうのを確認していこう。はい、これ右行きます。これでアイテムを取る、アイテムを取ったことによってメリットが出る。爆発してますよ、危ない。はい、爆発をかわしていく。あ、もしかしてこれ2位なのでは。おい、大したものですね。ちょっと待って、トワコさん、あなたの後ろにいるんですよ。そしてあなたを抜いていきますよ。これ甲羅すげえ無駄打ちしました。トワコさんすいません。わあ、え、嘘でしょ、どうして死なないの。殺したはずなのに、どうして。コンピーなんかに負けるわけにはいかないんですよ。やっぱりこれタイムアタックで通ったことあるコースと。トワコさんすいません、やっちまったようですね。トワコ、あれ、なんで殺したはずなのに二度も殺したはず、危ないです。あ、今のやつ当たっていいやつか。あ、嘘でしょ、どうしてバナナなんか置くんですか。トワコさん仲間だと思ってたのに。いけ、加速しろ、嘘だろ、おお、好き勝手やりなさる、いっけーな、お前、2、死ね、どけ、3位、まあ、9台って、あーね、トワコさん、ちょっと強くないですか、それ、スプラトゥーンのキャラですよね、マリオカートですよ、これ。ザコモブみてえなセリフばっかり。いや、まあ言うて、あともう一個ぐらいですね。どこだっけ、ビッグブルーだっけ、ビッグブルーかミュートシティのどっちかをやった。あ、ビッグブルーだ。ちょっとね、ビッグブルー、僕ここはね修行してるんで、ちょっと叩き潰してやりますよ。あれ、トワコさんもしかしてあれじゃないですか、ヨッシーバレーで決着をつけようと思った、あの動画のこう出来栄えを気にしてくれたにもかかわらず、僕は全くクイックを読まない。ぜひトワコさんの方良かったです。さあ、先ほどとは違うということをですね、先ほどちょうどあの多分パート1でですね、トワコさんが落ちてしまったラストファイナルリベンジマッチ、さあやっていきましょう。あれ、これ吉原ですか、間違えましたね。3、2、ハビーギュン、はい、オッケー。これスリップストリーム入りますよ。俺ね、これ前からずっともうコースはね、でもここは待って、俺レート戦でここてっぺん取ったことあるよ、トワポン。まあ、どうしてそんな好戦的な武器持ってんの。ちょっとやめよう、そのやめようって。まあいけないじゃん、トワポン、一回撃とうよ、それ。その危険なものを置いてさ、ちょっと落ち着こう。落ち着いて話すればわかるって。トワポさん、わかるって、トワコさん、ちょっとその、おけつについたきび団子、一つ私にくださいな。俺何言ってんだ、マジで。頭おかしになったんか。いって、ふざけんなよ、この野郎。はい、見ましたか、因果応報、帰ってくるんですよ、自分の行いっていうのは。危ねえ、マジ危ねえ、ヒュー、怖い、スリップストリーム、はい、ありがとうございます。おけつから、パワーをいただきましたよ。見ましたか皆さん、今のがスリップストリームというテクニックです。相手のおけつから力をいただいて素早くなっていくと、これで敵を倒すわけですね。なぜ2位なんだ、おかしいぞ、こんなはずでは。やばい、ちょ、単純に下手くそ、大丈夫、うわー、ひどいよ、どうしてそんな。あれ、皆さんちょっと、あ、違う、トワポンが埋め具合にやってたっていう話ですね。あ、まあ、皆さんちょっと待ってください、このキノコは一度取っといた方がいいですね。これは一度取っておいてですね、ここショートカット見せますよ。僕これね見たことあるんですよ、ここ。おい、スリップストリームとか聞いてねえんだよ。はい、ミスりました、見ましたか今のが。当てて殺す、よし、 OK。 いやね、コンピーなんかにはやられませんよ、僕もさすがにね。危ない、今後ろ見ましょう。ああ、またキノコですか。
まあ、これは早めに消費していきましょう。言うて3位、言うて3位、トワポンのねケツを見ながら攻めて、ワンツーフィニッシュとこの動画の錦を飾りましょう。なんだあいつは、お前ちょっと、お前はお呼びではないんだ、お呼びじゃないんだよお前はよ。これどこでかませばいいんだ、どこでかませばいいかわからない。いやでもここはねまくっていきたい。ここだ、ここしかねえ。嘘でしょ、赤コーラは卑怯だよ、赤コーラ卑怯、やめよやめよやめよ、そんなやめよ。ふぅー、よしねえカスコラ、俺の弾幕全部外れた。こう嘘でしょ、おそうですね、ワンスリーフィニッシュっていうですね、素晴らしい、あの最高のですね終わり方っていうものがあるんで、いやー無事コングラチュエーション、三等賞ですよ。僕はね1番でも2番でもなくてね、3番目をね取りたい、3番目を取る男になっていきたいと思ってます。ということで、あの吉原苦手でしたかね、すみません。とりあえず動画は終わります。